それでは、最初のプログラムに移ります。甲府市の認知症施策について行政説明に入ってまいります。説明は甲府市福祉保健部健康政策課係長の西室新さんです。西室さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。甲府市健康政策課から参りました保健師の西室と申します。本日は認知症地域公開講座にお集まりいただきありがとうございます。甲府市における認知症の支援の取り組みについてお話しします。よろしくお願いします。まずですね、甲府市の様子についてご説明いたします。令和3年4月1日現在、人口は186,438人、高齢者65歳以上の方の人口は55,376人、高齢化率でいいますと 29.7% になっております。今正面の方にスライドで数字等をお示ししております。もしかしたらスライドによっては字が小さくて見えづらいところがあるかもしれませんが、私の方で読み上げますのでお聞きいただければと思います。この高齢者人口は年々増加しており、現在は約 3.4 人に1人が高齢者65歳以上という形になっております。今お示ししておりますのが甲府市の人口と高齢化率の様子になります。このグラフは平成30年から令和3年の4月1日現在の人口と65歳以上の人口、またその率を示しているものになります。総人口、すべての人口を合わせた数はですね、平成30年から令和3年までの間に約2700名減少しているような状況になります。ただ、その反面65歳以上の人口はですね、600人ほど増えているという状況になります。高齢化率が徐々に上がってきている、折れ線グラフが高齢化率を示しておりますので、右肩上がりになっているのが確認できるかと思います。今後も高齢者人口、また高齢化率の増加が進んでいくと推測されます。甲府市には9カ所の地域包括支援センターを設置しております。今スライドに示しておりますのが、地域包括支援センターが担当するエリアごとの高齢化率を出したものになります。見ていただきますと、西包括、南西包括、南東包括、南包括、甲府市のやや南側の方、山間部を除いた南部の方は 20% 台というふうになっていますが、中央から上の方、北部の方にかけてですね、高齢化率が 30% を超えるところになっております。一番高いところですと、東包括の 37.7% が一番高くなっているというようなところになります。続いて、高齢者の中でも認知症に注目をして見ていきたいと思います。山梨県の高齢者福祉基礎調査のデータから作成したグラフになります。令和3年度の認知症高齢者数は8201人。これは介護保険の主治医の意見書、日常生活自立判定基準2以上、難しい言葉で説明しましたが、日常生活に支障をきたすような症状、また行動、意思の疎通の困難さが多少見られ、誰かの声かけや注意が必要になる状態の方の数になっております。年々少しずつ増加していることが見てわかるかと思います。65歳以上の高齢者55,376人のうち、認知症の方は8201人、14.8% という形になります。もう少し表現を変えますと、65歳以上の方の 6.7 人に1人が認知症という形になります。今後も増加していくと推測されます。それでは甲府市の認知症支援に関する取り組みを紹介いたします。まず、認知症への理解を促進する取り組みであります認知症サポーターの養成です。
認知症サポーターとは何か特別なことをする人ではありません。認知症サポーターとは正しい知識を持った応援者、また理解者ということになります。この認知症サポーターを養成することにより認知症の人や家族が安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進していくことが取り組みが認知症サポーターキャラバンであり、これが全国的に展開されています。スクリーンの左下にオレンジ色のロバが書いてありますが、これはこのサポーターキャラバンのマスコットキャラクターになっております。このロバはですね、認証サポートキャラバンの取り組みがロバのように急がず、しかし一歩一歩着実に進んでいけるようにという意味が込められて、このオレンジ色のロバをマスコットキャラクターにしているということになります。ロバのようにゆっくりでも着実に一歩一歩ということで、という意味がありますが、現在、この全国の各地で認証サポーターが養成されておりまして、全国に今約1317万人の認知症サポーターがいる状況になります。甲府市でも平成19年から認知症サポーター養成講座を開始しておりまして、令和3年3月末で、16,989人の認知症サポーターが誕生している状況になります。この認証サポーター養成講座なんですが、住民だけでなく企業や学校でも講座を開催しております。幅広い年代、さまざまな職業の方、立場の方に受講していただいています。続いてオレンジカフェになります。認証の方の理解を促進することと、認証の本人やその家族を支援する取り組みになります。認証の人やその家族をはじめ誰でも気軽に参加できる集いの場として認証カフェを実施しております。甲府市ではオレンジカフェという名称で行っております。現在市内9カ所でそれぞれ月1回開催しています。ただ一部ですね、感染症の対策のために実施を見送っている会場もございますので、またホームページや、市のホームページ等をご確認いただいて、ぜひオレンジカフェの方にご参加いただければと思います。このオレンジカフェですが、お茶を飲みながら、交流やゲーム工作をして、楽しく過ごすような内容になっております。認証に関する専門職が配置されているカフェなので、認証に関する困りごとも相談できます。認証の理解を深める機会にもなります。平日だけでなく土日土曜日の開催の会場もありますので、ぜひご利用いただければと思います。続いて認知症の早期診断早期治療の取り組みになります。甲府市では甲府市医師会と連携して適切な診断や治療につなげるために物忘れ相談体制を作っています。認知症が疑われる人が市役所や担当の効果支援センターへ相談していただくと、必要に応じて簡単なテストを実施し、受診が必要と考える人には物忘れ相談員や専門医療機関への受診を進めるものになります。医療機関の入り口などに、このスライドの方にあります黄色いステッカー、物忘れ相談員というステッカーが貼られているところは、この物忘れ相談員がいるところを示しております。現在市内44カ所にこの物忘れ相談員が登録されています。ここまで紹介してきました認証に関する取り組みをまとめていますのが、今日皆様のお手元にお配りしました認証ガイドブックにまとめて記載しております。この認証ガイドブックはですね、認証の人とその家族が住み慣れた地域で安心して暮らすために、認証の状態や症状に応じて受けられるサービス等を案内しているものになります。認証の本人またその家族の道しるべになればという思いで作っております。続いて認知症の予防改善に関する取り組みです。認知症を予防する教室としまして、生き生き脳元気塾を行っております。
参加者同士がアイデアを出し合い、話し合いをしながら旅行の計画を立て、旅行に実際に出かけて、振り返ることを通して興味があることに楽しく取り組みながら認知症の予防につなげていく事業です。参加者の皆さんがですね、毎回活発な話し合いをしながら、私はこういうことが気になるの、起こってどうしてこうなったのということを話し合いながら今進めています。少しその教室の様子をご案内したいと思います。まず教室、この教室なんですが、旅行先となる行き先をみんなで決めます。この行き先に関してメンバーそれぞれが調べたり資料を持ち寄って、なんでこんな名前になっているのかしら、どんな歴史があるのかな、なんでこんなところにこんなものがあるのっていう、不思議に思っていること、疑問になっていることをお互いに出し合いながら、みんなで調べていきます。教室では調べた情報を持ち寄ってみんなで相談して、整理をしながら、情報を組み合わせてオリジナルの旅行の計画を作っていきます。グループで作った旅行の表をもとに実際に旅行に出かけます。出かけた後は楽しかった思い出を思い出して旅行記を作っていきます。実際に参加された方の声です。日頃から調べてみるように、調べたり計画を立てることをこう習慣にするようになりましたというお言葉や、考えたり日記をつけるようになりましたということも書かれています。また知りたいという好奇心が湧いて仲間と一緒に頑張れた、仲間と知り合えてよかったという声を聞いています。なかなか一人で認知症予防で取り組むのは難しいんですが、こうして仲間と、仲いい人と一緒に取り組むことで、楽しく続けられています。この教室に参加された後もですね、自主的に活動されている方がいます。旅行の計画はもちろんですが、電子マネーとか、なかなか難しいスマホの操作とか、自分たちが興味関心があることを勉強会という形で企画をして、普段の生活の中で活用できる情報を学びながら、今も楽しく認知症の予防に取り組んでいます。続いて認知症地域支援推進員の紹介です。皆さんは地域包括支援センターをご存知だと思いますが、ご存知の方いらっしゃいますか？もしよければ手を挙げていただいてもいいですか？あまりいらっしゃらなくて、この際地域包括支援センターのことをよく覚えていただきたいなと思います。この地域包括支援センターがですね、生活上の困りごと、介護に関する困りごと、65歳以上の方のことに関する困りごとの相談窓口になっております。ぜひ困ったときは気軽にご相談いただきたいなと思います。この先ほども高齢化率のお話をするときに、甲府市内に9カ所の地域包括支援センターがございますということでご案内しましたが、地域包括支援センター、この地域の高齢者に関する相談窓口になっていまして、抱えている課題の解決方法を一緒に考えてくれる強い味方になります。この包括支援センターに1人ずつ、認知症地域支援推進員を配置しています。この認知症地域支援推進員は関係機関と連携協力しながら、認知症の人を支える地域づくりを推進するために活動しています。もし皆さんの周囲に対応で困っている方、気になる方がいたら、その地域を担当する包括支援センターにご相談いただきたいと思います。これ実は、昨日まで市役所の1階のスペースで認知症に関する展示会を行っておりました。この展示会なんですが、認知症地域支援推進と一緒に計画準備をして展示をしたものになります。その時の写真をちょっと撮って皆さんにちょっと見てもらっています。一番は皆さんにこの認証のことを知ってほしいということで、認証に関する展示と、またオレンジカフェとか認証に関する書籍、また支援に内容についてご紹介いたしました。また地域の見守りは認証の支援に欠かせないものですので、ぜひ皆さんに認証のことを知っていただきたいと思います。
この展示をご覧になられた方にこうメッセージをいくつか書いていただいているんですが、そのメッセージをちょっと紹介したいと思います。みんなに迷惑をかけられないとこうメッセージを書いてくださった方がいました。また、認知症になっても周りの助けをいただき、地域で穏やかに自分らしく暮らしたいというふうにおっしゃるメッセージを書いた方もいらっしゃいました。もし自分が認知症になったら、また今認知症の状態でもみんなに迷惑かけたくないという気持ちもありますが、住み慣れた地域で穏やかに生活したいという望みがあるんだなということを感じました。また、自信を失ってしまったワクワクを見つけたい、認知症になってしまって、できることが少なくなってくることで自信を失う方がどうしても多くなっていきます。でもその中でもワクワクする気持ちを大切にしたいという気持ちがすごく伝わってきました。また、みんなが気持ちよく暮らせるように壁がなくなることを願います。認知症の方が生活しやすい社会が広がると良いと思いますということで、認知症の方も安心して生活ができる地域づくりを願う方もいるということを確認できました。今後もですね、認知症の正しい理解を地域に広めて、認知症の本人や家族の声に耳を傾けながら、認知症の本人と家族が安心して暮らせる地域を作っていくために取り組んでいきたいと思います。そのためには隣近所、また友人などの身近な存在が欠かせません。地域の皆さんが認知症を理解し、分け隔てなく認知症の本人とその家族に向き合って受け入れるという体制が必要だと考えています。先に紹介しました、認知症地域支援推進員は、関係機関と連携協力をしながら、認知症の人を支える地域づくりをする役割がございます。先ほど関係機関というふうに申し上げましたが、この場に集まっていただいた、皆様をはじめ認知症に関して、関心を持っていただいている皆さんもそのと一緒に協力をしながら、この皆さんが安心して生活できるよう地域づくりを進めていきたいと思います。またこの認知症の本人と家族が安心して暮らせる街は、認知症の方、またその家族だけでなくて、誰にとっても安心して暮らせる街だと考えています。皆さんの声をお聞かせいただきながら、安心して暮らせる街を作っていきたいと考えています。甲府市健康政策課西室が、甲府市における認知症支援の取り組みについてお話しさせていただきました。ご清聴いただきありがとうございました。